皆さん、こんにちは。今回は IMP についてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2023年12月27日、午後7時から放送される日本テレビ系音楽特番、発表。今年一番聴いた歌、年間ミュージックアワード2023。の第1弾出演アーティストが発表されました。2023年を締めくくる同局の音楽の祭典である同番組、今年サブスクで聴かれた音楽が大集結することになりそうです。サブスクランキングデータをもとに今年一番聴かれた歌を紹介するそうです。豪華アーティストによる生ライブをホテルニューオータニ幕張から4時間制放送を行う予定です。デビューして1年で米国の音楽チャートビルボード200で1位を獲得し、世界中で活躍するニュージーンズのパフォーマンスが決定しました。さらにビルボードジャパンのホット100のチャートイン楽曲数11曲で最多記録を達成したミセスグリーンアップルも歌声を届けることが決まりました。また楽曲ミュージックビデオの再生数は2億回超え、力強いパフォーマンスで世界中から人気を集めるルセラフィムの出演が発表されています。今年デビューの IMP が地上波初の生パフォーマンスを披露することも合わせて発表されました。さらにはサブスクチャートで大注目されたあのやいませ。さらに北に達也さんの歌唱も決定しています。そして1980年代を代表するアイドルとして一世を風靡した田原俊彦さんが日テレの音楽番組で34年ぶりの生パフォーマンスを披露することも決定しました。ミーとトラビスジャパンは一夜限りでキンクレディの楽曲をスペシャルパフォーマンスします。さていよいよ滝沢秀明氏が設立した新会社 2B に所属する7人組グループ IMP が上記の音楽番組に先駆けて音楽番組ベストアーティスト2023にテレビ初出演を果たしました。しかしその内容にファンから賛否両論が巻き起こっているといいます。この日は京セラドームで行われている音楽プロジェクトダンクとのコラボ企画で IMP が VTR 出演しました。番組の総合司会であり元先輩の嵐櫻井翔さんが IMP はドラマで共演した松井湊くんだったりとか影山くんって言って嵐の後ろで踊ってくれていることか注目しているユニットチームですねと言及するなどSNS で大きな話題を呼びました。しかし番組内容にはファンは不満顔だったそうです。 VTR 出演とあってパフォーマンスは一部のみの放送となったことに加えて櫻井翔さんのコメントがメンバーの歌唱と重なるなど記念すべき地上波初出演があっけなく終わってしまったのです。また同じ中継組となったキング&プリンスは華やかなライブパフォーマンスに加えスタジオとトークする様子も放送されるなど出演時間に差がありました。他にも BE:FIRST や ENTEAM ら DUNK 出演組も同様にトーク&パフォーマンスの時間が設けられており IMP が登場した時間だけが明確に少なかったのです。こうした格差に SNS ではもう終わり、この扱いは失礼すぎ、まだ忖度あるんだなどの意見が続々と噴出しました。日本テレビの公式 X で IMP を紹介した投稿にも疑問の声が多数投げかけられているそうです。 IMP のデビューは2023年 2B からの最初のデビュー曲だったこともありとても話題になっていて注目されていました。2023年8月に出したデビュー曲のクルージンは1週目こそ配信1位を獲得しましたが2週目には下がってしまったそうです。2曲目以降もなかなか大ヒットにはならず最高順位は2位止まりでした。人気がないから売れないのか、ファンが少ないのかといった心配や不安がファンの中に醸成されつつあるようです。ジャニーズジュニアがデビューとなれば1位は当たり前なのでなおさらのようです。ではなぜ売れないのか、その理由はどこにあるのでしょうか。 IMP にはイケメンがいない、かっこよくない、 IMP ブサイクという評判もあるようなので、それが人気のない理由なのでしょうか。 IMP がいまいち売れない理由はなぜか調査してみました。ジャニーズジュニアの時はどうだったのでしょうか。売れるようになる可能性はあるでしょうか。様々な疑問がよぎります。
ジャニーズジュニアの時代はインパクターズというグループ名で活動していました。はっきり言えばジャニーズジュニア時代にはインパクターズは売れていませんでした。ジャニーズジュニアで知られているのは美少年とハイハイジェッツと A グループくらいで、それ以外は知らない方が多いと思われます。インパクターズは2020年に結成されたグループで、ジャニーズジュニアの中でも4番手5番手でした。ジャニーズジュニアの人気のある他のグループの陰に隠れて存在感がなかったと言われています。あのままジャニーズジュニアなら一生デビューのチャンスは回ってこなかったとする声もありました。他のジャニーズジュニアの方が確実に売れていましたし、人気もありメディアの露出もありました。実力は一番あるグループだと言われていましたが、一部のファン以外にはほぼ知られていないため、熱心なファンにしか人気がなかったと思われます。しかしインパクターズはタッキーのお気に入りで、タキニと言われて特別扱いを受けていると言われていました。タキニとして可愛がられるほどアンチが出ました。全員が謙虚で、俺がと出しゃばることをしないのも理由だと言われています。2022年の滝沢秀明氏の退社に伴い、2023年5月に全員でジャニーズ事務所を退所し、2023年7月に滝沢秀明氏が社長を務める 2B の所属となりました。それでは 2B の IMP が売れる可能性はあるのでしょうか。旧ジャニーズ事務所ではインパクターズを知っている人が少なく、 2B に移籍してもほぼ0からスタートするデビューしたての新人さんという位置づけだと思われます。 2B から出る初めての歌手という面では話題性はありましたが、 IMP 自体が話題だったわけではありません。最初は物珍しさやタッキーを応援したい、平野翔さんの会社を応援したいという理由から視聴したりダウンロードしたりした人もいたのでしょう。デビュー曲は配信開始日に200万ダウンロードになりましたが、それ以降は今のところ売れたとは言えません。新人の割には勢いがあるという印象ですが、旧ジャニーズ事務所の売り上げからすると今一歩でしょう。2曲目以降は失速してしまいました。 IMP はいまいち人気がなく、売れないと言われても仕方がない状況です。初めて IMP を知り、新人の割には実力あるしやるじゃないとか、ジャニーズにこんないいグループあったんだ、なぜデビューできなかったのという意見も確実にありました。 IMP が売れるには一度でも地上波の歌番組にきちんと出演できると大きいでしょう。そのため年末の番組に構成をかけているようです。たくさんのダンスの得意なアーティストやグループと知り合いになり、刺激を受けたりダンスコラボができたりするといいかもしれません。あるいはナンバーアイとダンスチャレンジで TikTok に出られたら風向きが変わるかもしれません。他のグループとのコミュニケーションを遠慮せず積極的にできるように頑張ってほしいところです。です。YouTube チャンネルもできて、ファンクラブもできて、たくさんの人に応援してもらえる環境が整いました。これからファンもどんどん増えて、早く人気が出て売れるようになることを願っています。その他、IMP が売れない理由は何か、原因を考えてみました。イケメンがいないからという意見はよく聞かれますが、その他にも理由があるようです。イケメンがいない、顔がいまいち、顔面偏差値が低い、ブサイク揃いときつい指摘や評判があります。誰か一人くらい、あの人かっこいいね、あの人は誰と言われるような、一瞬で目を引かれるビジュアル担当のイケメンが欲しいと言われ続けてきました。スマップにキムタクがいたように、キング&プリンスに平野紫耀さんがいたように、スノーマンに目黒蓮さんがいるように、核となる人物が一人いると違うかもしれません。あるいはドラマやその他の活動で注目されてグループに還元するなどの方法も考えられます。誰か一人でもズバ抜けた人がいると他の人も見てもらえるようになるかもしれません。メンバーを見てみると、佐藤新さんは人気があるけどちょっと弱い、影山拓也さんや松井湊斗さんもかっこいいとは言われますが、こちらも弱い、突出した起爆剤が必要でしょう。また IMP のコンセプトが微妙だからという評判もあります。デビュー曲は韓国人4人が作曲に関わっています。ジャニーズのアイドル性は出したいが、 K-POP の中毒性も出したいということで、結局中途半端ではないかという意見が見られました。
2曲目はトレンドに左右されないと褒める人もいましたが、結局は時代遅れという評判もありました。3曲目はポップな感じでノリもよく、 CM にも起用されましたが、それほど売れませんでした。4曲目は BE:FIRST のメインストリーム的な壮大なミュージックビデオになっていて、耳に残る中毒性の高そうな曲ですが、伸びがいまいちのようです。9大点は越しているようですが、バズっているという状況ではありません。あるいはいろいろなジャンルの曲にチャレンジ中なのかもしれません。また人気となり売れる曲をいつか見たいものですが、ジャニーズファンは今までストリーミングに慣れていないので、ストリーミングで伸ばすことができないことも原因として挙げられます。どれにしても IMP を応援してくれる新しいファン層を得ることが必要でしょう。最初は配信のみでしたが、遅れて CD も発売したので、今後注目されることを願うばかりです。いかがだったでしょうか。今回は IMP の近況や今後の展望について見てきました。 IMP は厳しい滝沢秀明氏自身が厳選して作ったグループです。他のジャニーズジュニアと違い、キラキラはしていませんが、冷静で落ち着いていて、俺が俺がとこぞってテレビに映ろうとすることもありません。不祥事やスキャンダルや熱愛報道を起こすようなメンバーは選ばれていません。シュークリームも投げませんし、女性に撮られたベッド写真が流出するような人は今のところ出ていません。 IMP はいつも謙虚で感謝の気持ちを持って生きています。今までうまくいかなかったからこそ調子にも乗らないし、ファンを大切にしています。アイドルとしての自覚が強いのだと思われます。礼儀正しくて爽やかな好青年の集まりだとも評価されています。今後も地上波への露出を多くしていくことでしょう。一曲でも話題になって、それが起爆剤になることを願うばかりです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。